ANA ホールディングスと JR 東日本は2023年3月期の決算でともに3年ぶりの黒字に転換したと発表しました。 ANA ホールディングスの今年3月までの1年間の決算は最終的な儲けを示す純利益が894億円と新型コロナの感染が拡大する前の2020年3月期以来3年ぶりに黒字に転換しました。水際対策の緩和によって日本を訪れる外国人観光客や国内線でのレジャーの需要が増加したことなどが要因です。また JR 東日本も主力の鉄道やホテル事業などの需要の回復でグループ全体の純利益が992億円と3年ぶりに黒字になりました。